おっちょです。カモメが飛んだ、カモメが飛んだ、あなたは一人で生きられるのね。お世話になっております、おっちょです。今日は来年春に販売開始予定の 3D プリンターの家について語りたいと思います。日本経済はこの30年下がり続け、日本人の賃金は下がり続けています。これから先もおそらく上がることはないでしょう。住宅価格もこれからさらに低価格化が進むと思われます。そこでこちらの記事をご覧ください。来年春に 1LDK の 3D プリンターの家が500万円以下で販売開始予定なのです。工期はなんと24時間、平均住宅価格の10分の1を目指すそうです。大林組も 3D プリンターの実証棟の建設に着手しました。おそらくこれから 3D プリンターの家が爆発的に普及すると思われます。一番の要因は価格の安さ、在来工房では太刀打ちできません。500万円で家が建つのなら皆そちらへ流れるでしょう。そして普及に伴いさらに低価格で供給されることになると思います。そこで肝心なのは大工への影響です。 3D プリンターの家もおそらくフロアは大工が張ると思われます。しかし大工の仕事は大幅に減るでしょう。リフォーム、増改築も需要はかなり減るでしょう。新築が500万円でできるので、それ以上のお金をかけてリフォームする人は激減するでしょう。100万円程度の修理くらいの仕事しかなくなるでしょう。そして既存のハウスメーカーは 3D プリンターとの価格競争のためさらに低価格化を進めるでしょう。そうなるともちろん大工の賃金が上がるはずがありません。来年のインボイスもありますが、大工はこれからさらに厳しい状況に追い込まれるでしょう。僕のようなおじさん大工はそんなに先も長くないのでなんとかしのげると思いますが、若い大工さんはこれから来るであろう冬の時代に備える必要があります。これから10年、建築業は激動の時代となるでしょう。大工はこれからどうなるのでしょうか。僕にも全く先が読めません。できることがあるとすれば、できるだけリニューアルでいいことです。ローンなどはなるべく控えるべきです。これくらいしか対応策は見当たりません。暗い話になりましたが、現実をしっかり受け止め、ポジティブに生きていきましょう。今を生きる、これが全てです。それでは今日の話はこれで終わります。ありがとうございました。それでは、さようなら。またねー。バイバイキー。